皆さんこんにちは。今日ですね、私一人だけです。で、今ね、私は道頓堀にいます。じゃーん、見てください、私の後ろ、グリコさん。わー、やっぱり道頓堀と言ったらグリコさんだよね。でも私一人だから写真撮れない。こういう感じあら、できないね。ダメ、これ低いから撮れない。で、今日ですね、せっかく大阪来たから、串カツとたこ焼きも食べた。でもある一つまだ食べてない、それは大阪の名物お好み焼きで、今から昼ご飯を食べましょう。ということで、今日の企画は台湾人つつ一人でお好み焼きを食べに行きます。この動画見る前にこのチャンネル登録して、私たちのツイッターをフォローしてね、お願いします。はい、どうぞ。これはどんどんぼり、この川だね。で、後でもし時間があったら、あの船乗りたいね。じゃあ早速お好み焼きに探しに行きましょう。実はね、私お好み焼き絶対食べたことある。でも一人食べたことはない。ちょっと寂しいな感じがあるよね。でもどこでもお好み焼きだね。何のお店の方がいい？わかんないね。じゃあちょっと女の子が好きなお好み焼きを探してみようかな。ああ、あれ有名ですね、お好み焼きチボ。じゃあ今回ですね、私適当選ぶね。何かいいね。私の後ろのお店なら特別な形のお好み焼きがあるよ。ハートの形、なんかとってもインスタ映えでしょ。しかもいろんなガイドブック載せてたよ。多分有名なお店かな。じゃあこのお店入りましょう。ちょっと待って、調整するね。はい、このお店ならお好み焼きのランキングの1位はこの一焼き焼き。食材は豚、チーズ、もちどベーコンで、あのハートのお好み焼き、エビ、ホタテ、イカと豚。でもやっぱりお好み焼きならオリジナルの方が美味しいかもしれない。もともとこれ注文したい。I love Osaka。 じゃあやっぱり1位の注文するね。おー、私東京の時ね、マナと一緒にもんじゃ焼き食べたね。してるよ。お好み焼きなら縦と横の切り方、もしそうやって切り方をしたら大阪人が怒る。じゃあしますね。じゃあ早速食べてみますね。うおー、ちゃんちゃん、いただきます。おー、美味しそう。うん、とっても美味しい。中のチーズ超濃厚。しかもこの皮とキャベツサクサクして本当に美味しい。うん、しかもこれベーコンとお餅の組み合わせ超もちもちして美味しい。しかもこのお店ならお好み焼きの上はもんじ書いてるね。メイトカフェさんのオムライスみたいな感じ。猫もあるし、大阪ラブラブ書いてるよ。インスタ前お好み焼きもできますよ。でもなんか私やっぱりお好み焼きともんじゃ焼きの区別はわからないね。もんじゃ焼きなんか食感
はほぼ同じと思います。でも作り方全然違うよ。最初は丸に作って、で最後食材と生地入れてね。これはこのまま完成品が終わった、作らなくても食べれる。うん、美味しい。しかもこのソースね、辛口と特製のソースがあるの。多分特製のソースは辛くない。私選んだのは辛くないソース。思ったより甘くて食べやすい。台湾人の口にめちゃ合うよ。うん、美味しい。でも昔あるお好み焼き食べたよ。中にはなんか焼きそばと一緒に焼いて、めちゃ量がボリューム、食感が全然違う。マヨネーズまた入れたいね。海苔も食べよう。はい、皆さんお好み焼き完食しました。うわ、今本当にお腹いっぱい。一人で食べる本当にきつかった。今ですね、もともと私この船乗りたいけど、でも今日はスカートだよ。見て、ちょっと寒いね。ここの道頓堀のドンキー、あれ観覧車あるんじゃん。多分全部ここの景色見えるよ。乗りたい。乗ったことがない。昔壊れたよね。この1年2年間直してたよね。このドンキーの観覧車の景色一緒に見よう。夜11時まで。寒い。これ結構高いね。あ、一人です。領収書お願いします。はい。どうぞ。買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ乗れるよ。この時にはね。はい。映るよ。しかもこういう観覧車ならね、今冬だけど中にめちゃくちゃ暑いよ。多分夏の時絶対地獄みたいな感じかな。で今どん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 上がります。うわ、めちゃくちゃ暑い。いや、今日ないね。はい、今ねもうトップに着きました。お、ちょっと増えてる。後ろも見えますよ。おー、僕の時ちょっと暑くて眩しくて、今度また機会があれば夜に来ます。しかもね、隣はちょっと工事中だからちょっとうるさい。じゃあまた地面に。今回のお好み焼き旅終わりました。お好み焼き本当に美味しかった。やっぱり大阪の名物。実はいろんな味があるね。私一人だからいろんな味食べれないよ。結局一つしか食べてなかった。ついに今回の大阪の旅もすぐ終わる。また機会があれば大阪の撮影お楽しみしてください。皆さんぜひ自分がおすすめなお好み焼きのお店をコメントしてください。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きならこのチャンネル登録してグッドボタンしてください。それから私たちのツイッターもあるをフォローしてお願いします。下リンクがあります。それじゃあバイバイ。バイバイ大阪。